本当に勝手に改変しました。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> はい、えー、モナさん、ソーダ割りさんいらっしゃいませ。エサジさん、ケリコさん、コシオさん。ええー、ソーダ割りさん、ミックさん、キヨさん、坂上さん、百四十八コメさん。ええー、木こりのきこさん、百五十コメさん、百五十一コメさん、ロメヤマロメロさん。ありがとうございます。<laughs> はい、えー、骨骨。 <laughs> おさん、えっと落ちごさんえ157コメさんありがとうございます。いかがでございましたかね？えー、っと。ちょっと要点を絞ってみたつもりです。えー <laughs> えー、これに関してはですね。えー、っとですね。僕からあのいろいろ説明したいところがありますけどね。<laughs> えーっとね、この政治という階段についてみんなで吟味するというテーマですからね。えー、あ僕の方が自然で良かったってことですかね,、えー、っとですね。初めてストーリーが分かりました。だ、落ちという落ちは基本的にないですからね、このお話。えー、っと、それじゃあですね、ちょっと待ってくださいね。画面キャプチャーで、えー、これ出るかなはいっと。 話に罪はない。全くですね。はい、こちらです、えー、こちらとある方から頂きました。政治の、えー、テキストでございます。あのですね。あのまあ,あの、あの僕は率直な感想として、あの全体として辻風先生の語りを聞いた時の感想としては、まああの。 階段の手を取ってるというのはよくわかるんですけどもどっちかっていうとやっぱりあのおじいちゃんの思い出話かなという雰囲気がありますを、ね、雰囲気が感じました僕はですねええー、そのままこれ本当なんですよこれ、えー、これ原,原文ですねあの実際あの放送でも辻風先生が語ってるというよりは多分これを読んでいたんだと思いますで実際この文章で見てみるとですね はい結構おかしいところはやっぱあるんですよ。あのやっぱこれお話を吟味する放送ですからねお話に対してちょっといろいろと、えー、突っ込んでいきたいと思います。最終報道はいそこに関してもちょっと触れたいんですけどえー、っとそうですねあのこちらは遊園さんもご本人に聞いてるところなんですけども。 えー、弔いの思いを込めて実名で語り続けています、えー、これ実名を出すことに弔いの意味があるのかという <laughs> ところなんですねえー、すっいだ <laughs> これちょっとなんか宗教上の理由があるかもしれないんであの僕はちょっと知らないんですけどそういうのがあるんですかねなんか名前を出して言い続けることがなくなった方に対する弔いになるというもしかしたら えですからね、あの辻風先生は思い出話を語って感傷に浸ってるんですよ。だから自分に酔ってるという表現はあながち間違っていないと思います。この原文は誰が書いたんですか、えー、ご本人が書いたものと思われます。こちらあの、ご本人の,あのホームページの多分1ページだと思います。これはあの僕が探したんではなく、とある方からえこちらの文章、ちょっとこういうテキストがあるっていうことでいただきました。ああ、思い出を風化させたくない。ですがね、えー、っとですね。 あの人間の脳ってやつはちょっと奇妙なものでございまして記憶を改ざんすることがあるんですね、えー、これは一応実体験という体は取ってますが実際あったことかどうかの裏は取れません残念ながら僕たちにはですからそこはあまり深くは言及しないですですからちょっといろいろとお話として、えー、記憶がが改ざんんされれてるるでではないいかという節が随所に見られるんですね、えー、あのやはり30年前の話ってなると そんなところをねいちいち細かいところまで思い出せるかって言われると、日記でも書いてないとやっぱり難しいと思います、単純にですね。で、当時、この辻風さんが32歳の頃のお話ですね、えー。で、まず最初に僕が率直に感じた疑問は、ですねあのツーリングチームに、えー、保護者同伴で連れら,連れ,られてきた誠司君っていうのがちょっと違和感を感じました。ツーーリングチームっていうのは えー、保護者同伴でチームに加わるものなんでしょうかというところ疑問でしたねこれは後でちょっと言及する部分もあるんですけどもねあのちょっとねあまり僕そこ詳しくないんで軽く検索したんですけどやっぱあのバイク好きの方のやっぱ集まりっていう雰囲気あるんですか親御さんが同行で実際問題ですね頭のぶっ飛んだ連中もいるような走り屋のチームなんですよツーリングチームっていうのはこれは多分あの 父親元レーサーーなるほどであのそのそレース場を走るんじゃなくてた多分これはどこを走るのかな、えー、そのレース場を走るレースチームなのかあの本当趣味で集まる集まりのクラブチームなのかちょっとわからないんですけどもぶっ飛んだ人たちのいるところに親御さんが連れてくるってところにはちょっと若干違和感を感じましたただ元レーサーの方でそういうことがあるっていうんだったらそこはあまり問題はない とは思います。ちなみにちょっと僕やっぱ違和感が感じたんで僕の方ではこの親御さんが連れてきたって部分はカットしましたで、えー、そうですね、うん、頭のぶっ飛んだ意味がわからないけど、えー、なるほど、えー、ちなみに辻風さんという方はですね自分は昔悪かったということをやたら強調する方でございます、えー、今ちょっと放送には出しておりませんけども高校生不可保護者同伴の可のところはあるそうああなるほどうん で友達いないな近くのショップに連れてったってかえそこなんですけどねえそこなんですよ誠司さんという方のキャラクターをちょっと,いちょっと紹介しますよねえこちらはですね誠司さんは人が良くてえみんなに可愛がられたとでおとなしくて素直そうないい子だったんですねえって言われてるんですよところがですねあのお葬式でこの親御さんのセリフはですねえ友達がいないっていう人なんですね うん、ちょっとここ矛盾してんじゃないかなと思いますうんきちんとしたレースに出るんじゃなくて単なるツーチームツーリングチームだとそれだと親御さんが同行で来るものなんですかねちょっとわからないんですけどもでその素直で、うん、なんかおとなしい子がなんか友達ができないっていうのもなんか妙な話だなという気もするんですけどね、えー、ここですからあのですね僕は率直に感じたのはあのこの 親御さんのセリフこれですねこれってあのはい学校で墓地だったがチームに入ったどうなんでしょうね素直でいい子のですけどねうんって言われてるような子なんですけどあのここのセリフってですね誠司さんに対する救いじゃないんですね、えー、辻風さんに対する救いなんですよこれってこのセリフですねつまりここを強調することによって辻風さんは 俺は悪くねえんだぞっていうことを強調してるという表現になると思うんですよね、僕は。うーん、見かねた政治がってことですね。で、ちなみにですね、誠治さんが死亡した後の話でございます。えー、っとですね、現場に飛んで行って、人型の白いチョークの傍らに、そこ入れるかどうかちょっと分かんないんですけど、入,入り込んだんですね、座って、あいつに1本、自分に1本、タバコに火をつけてという表現があります。これ、えー はい、いやちょっとこういうのはあの分析ですからちゃんと突っ込んでい,くいかないといけないと思いますあのー、いいですかこれの表現ちょっとわからないですけどタバコに火をつけてあげるわけですね一本ずつ亡くなった誠司さんにここなんですよこれ未成年なんですよ誠司さんってですからチームに入ってからこの 30を過ぎたこの辻風さんという男性は彼にタバコを教えたのかというツッコミを入れなきゃいけないんですねそれともこれはこういう儀式なんでしょうかぶっ込みの卓的なこれちょっと分かんないんですよ、ね、この表現がだ,これだ,だとしたらですねあのチームに入った少年に何かいろいろ悪さを教えているっていうぶっ飛んだチームだってことなわけですよねこの表現ってだから少なからず辻風さんに えー、過失があると考えられるわけですよこの誠治さんが死ぬに死亡するに至るものの中にですねやっぱちょっとおかしいんですよねまあこの忍者忍者をこうアクセルを大きく吹かして去っていくのはこれは近所迷惑ってだけの話なんですけどまあこれは別にいいと思いますが、えー、たまにこんな人うちの近所でもいますからね、えー、でえー、でさらに まあここはちょっとすごい違和感ですね。だからここのシーンも僕がカットしました、読む際に。いらないと思います。これはだから、本当はこの人が悪いんじゃないかっていう思,思わせるような表現だと思います。確かによくあるパターンかもしれませんけどね。で、不思議なのはあの、お葬式に出席した際です。この流れですね。これもちょっと宗教上の理由があるかもしれませんけど、お葬式の墓前っていう表現があります。これも謎なんですね。いかがですかね。 お葬式ってあのお通夜ですよね出席するのお経を唱える時とかであの火葬場まで行って納骨ってすぐしないですよねこれなんでお葬式でお墓の前に行ってしまってるのかという表現なんですよこれこれなんかこういうなんか宗教上の理由があるんですすぐそのお墓に入れなきゃいけないっていう理由があるのかなというちょっと疑問でしたうん 言い間違いだと思うんですけど、文章に起こしてるってことはちょっと。うん。はい、そうですよね。その白線って残ってないんですよね。これそこもそうなんですよ。だから、この人はあの検証中の現場に勝手に入り込んだって可能性もあるんですよ。ええー！で、当然あの昔の記憶なんでいくらか改ざんされてる可能性はあります。うん、お墓を先に用意していた。<laughs> そうですね人立って残ってないですよね警察の方はついてる血とかもやっぱ洗浄しちゃいますからね、まあ、たまにニュース映像で血がついてる現場もありますけどやっぱちゃんと水流してきますからね、えー、ぶっ飛んでるチームちょっとやっぱちょっとね何かこのおそらくこの辻風さんにも何かこの誠治さんが死んだことに対して、えー、やっぱ文章的にはちょっとあの自分は悪くないっていうアピールが随所に含まれてると思うんですよ説明の中にですね。 で当時印刷屋だった俺は回、まあ、まあこれはちょっと機械に関しては分かんないですけど、まあ、ここの印刷マシーンの擬音は、まあ、カットしていいと思います。<laughs> で、えーまあ、あとは亡くなった方が会いに来たというな流れですね。えー、っといようなプレッシャーに首筋うん、えー。これ気配がするんですよね。 うん、気配がするっていうのはまあ怖い話ではよくある流れですけど事故現場は自由に入れるじゃあ問題ないですねでもタバコをこう置いていくっていうのは大丈夫なんですかこのつけっぱなしの火を消してないやつはうん金縛りのイメージがそうできないんですねこれ筋肉がガツンとっていううーん事故で白線引くかどうかってこれもうちょっと僕は分かんないんですけど まあ、確かに殺人事件ではないですからね白線引くんですかねしかもタンクローリーで潰されてるってことはかなり、えー、潰れてしまってますから、うん、道路を止めてやるんですかねこの流れ、うん、それも確かに疑問ですねうんそこも確かにちょっと変ですねでえー、っとまあやってきた何、まあ、かうなずいてることをなんか気配だけで確信してるというちょっと これは本人じゃなきゃわからないあできるんですかほー、なるほどありがとうございます <laughs> でえっ、ー、と辻風さんは泣いてしまううんまあ泣いてしまうのはまあいいんですけど次枠はどうしましょうかまあこれで終わってもいいかなと思ってるんですけどねほぼ <laughs> だいたい語り尽くしてる感もありますけどねえー できるか,どうかってやるかどうかだ。ああ、なるほど。人身じゃなくても現場検証で止めてるケースはよく見る。なるほど。はいはいはい。だから一概には言えないということですね。白線を引くこともあるかもしれないということですかね。もう少し聞きたい。<laughs> ありがとうございます。えー、じゃあ、延長はなしで、次枠ですかね。で、えー、っとですね。あのー 亡くななったたさんんが挨拶に来でではいいかという流れですこれは辻風さんがそう感じたんだからおそらくそれでいいとは思うんですけどもうーんとですね辻風さんのこの読んだ表現にもよりますね「誠治寂しいぞ!」とえっ、ー、と挨拶に来たけどもあの挨拶に来た人をなんか一括しますこれ寂しいぞと一括してますよねこれ。 うーん寂しさを訴えても,もうどうしようもないことではあるんですけどもなぜか亡くなった方を一括しております。でえっ、ー、とまあこの <laughs>「行くな」っていうで、ね、この辺はまあ全然いいと思うんですけどこの「寂しさ」はむしろちょっとここ何でここ一括する必要があるのかちょっと僕分からなかったんですけどね、えー、実際ちょっと僕の読む方であのカットしようかなと思ったんですけども。 えー、ここをカットしたらなんか、えー、政治ファンの方に怒られるんじゃないかと思いましてここはあの先ほどの読んだやつには残しましたあ談検討枠って他のチームメイトに行って全員の自宅にかけたうん携帯はないけど